ろ楽しかったね。うん。ただいま。おかえりパパ。あ、もうすぐね、6月の父の日だ。そうだ、早く父の日作らない。父の日のプレゼント作らなくちゃ。そうだった。何しよう。お布団かな、それとももちもちボフル。どうしよう、全然決まらないよ。パパは男だからサッカーボールとか好きなかも。だけどもうパパゴルフやめちゃったでしょ。そうか、どうしよう。そうだ、愛を伝えるハグメッセージはいいね、ゆかちゃんが言っていたね。うん、じゃあ作ろう。みんな作り方はできるかな。もうすぐで父の日だね。父の日が決められない人は折り紙でこれ作ろう。じゃーん、動かすとメッセージが変わるハグメッセージ。見てみて、これを動かすとじゃーん、ありがとうとかメッセージが出るよ。みんなこれも作ってみてね。新しい紙でで、ちゃんと作り方を教えるからね。じゃあ作り方レベル1。まずハートを作ってね。みんな私の今ハートのことを言ってるんだけど、みんな今はハートの作り方などはここにないから、じゃあ普通のの別の動画を見てで作ってみてね。じゃあ今から作り方を教えるよ。メモ担当を用意して、まずは半分に折ろう。よいしょ、こうできたかな。そして次はこう入れよう。こうできたら次はちょっと、ハートを広げます。そしたら次は文字を入れましょう。こうできたかな。ちっちゃい文字でもいいよ。次はもうちょっと広々落とします。文字をこうやって入れます。隠れている文字を広げると出てくる。繰り返し遊べるので面白いです。これがレベル1だよ。みんなこれも作れるかな。レベル2。またハートを作ります。次はいっぱい広々としましょう。こうできたら次は紙を用意します。よいしょ、紙を用意したら次はハサミです。切ってください。こうはまったら次はペンでで書きます。